はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。僕は運とかね、開運という話すごく好きで、これまでずっとそういう、まあ自分なりに研究をしたりですね、観察をしてきたわけですね。で、結局ですね、運というのは行動量に比例するとか、もっと言うと持って生まれたものというのはあまり考えようがないんじゃないかなっていう仮説も一部であったわけですよ。だけどね、どう考えてもなんか運のいい人と悪い人がいるなっていうことがちょっとね、認めざるを得ないことがあったわけですね。で、この話はですね、心理学とか科学とかでですね、解明できるものじゃなくて、僕の経験則っていうことで、まあ一つの参考にと思っていただければいいと思うんですけども、運のいい人ですね、それも自分の行動とかですね、行いとか言動とかですね、そういうのに関係なく持って生まれた運の良さっていうのはどこにあるかっていう話なんですけども、それはどうやらですね、ご先祖様の恩徳っていうのがね、どうやらあるみたいなんですよ。で、僕、運がいいか悪いかで言うとですね、完全に運がいいと思うわけですね。で、今までね、やっぱ15年間独立してからやってきてますけども、まあ例えばお金のピンチとか何回もあったわけですよ。でもその都度助かってるわけですね。で、その時に僕がいつもその乗り越えるための呪文というか習慣があってですね、それは僕の本にも書いてるんですけども、何かというと、おばあちゃんに助けを求めてるわけですね。で、僕のおばあちゃんは25年前にもう亡くなっているわけで、今もし生きていたら90何歳にはなってると思うんですけども、そのおばあちゃんというのはですね、あの母方のおばあちゃんなんですけども、まあ物心ついた時からですね、ずっと可愛がってくれてて、で、僕は男3人の2番目なんですよね。で、長男っていうのはそれだけ大切にされますし、三男っていうのはやっぱりね、それだけで可愛いわけですよ。そういった意味でですね、まあ僕も男3人のですね、息子いますけれども、次男ですね、まあ僕も次男いるんですけどね、次男同士っていうのは、ね、なんかすごくシンパシーがあって性格も似てるような気がしたんだけども、なんか次男がね、とても不憫だっていう風にね、僕のおばあちゃん感じたみたいで、なんかすごくひいきしてくれてたわけですね。で、どんなおばあちゃんかというと、とにかく正義感が強くって、相手がヤクザだろうが、その怖い人だろうがですね、なんか間違ったこととか気に食わないことがあったらですね、ちょっとあんた何してんのみたいな感じでボンボン言うわけですよね。その一方でですね、非常に情の厚いところありまして、僕は聞いてすげえなと思ったのが、昔僕のおばあちゃんですね、喫茶店を経営したわけですね。その時にある親子が入ってきたわけですよ。もうボロボロの服を着た親子が入ってきたんですよね。で、すいませんとね、女の子、ちっちゃい女の子を連れたお母さんが連れてきてですね、何か働くところはございませんでしょうかっていうふうに言ってきたわけですよ。そのおばあちゃんですね、ちょっとなんで何してんの、早く聞いて、なんかお腹空いたやろ、早く食べながれって言ってですね、まあそこで食事を与えたらしいんですよね。で、今どこに住んでんの、あ、住むとこないんか、あ、そしたらもうええわ、うち住んだらええわって言ってね、働くとこここで働いたらええわということで、そのお店でですね、その親子をまあ、養ったっていうことがあったみたいなんですね。その親子はですね、まあ僕はちょっとね、直接顔もあまり覚えてないんだけれども、でも僕はなんかすごく可愛がってもらったらしいですね、その親子というか、そこでね、そのお世話した、人からですね。で、まあその方が言うには、もううちのね、おばあちゃんにはもう足を向けて寝られないということを、まあ葬式の日にね、ちょっとあった気がするんですね。その時にすごくもう涙ながらにですね、話してたのを覚えてるわけですよ。まあそんな情の厚いところもありつつ、その間違ったことが許せない気の強さもありつつですね、すごく頼もしいおばあちゃんで、特にやっぱり僕可愛がってもらえてたんですよね。で、やっぱり最後亡くなった時にですね、まあそろそろかなっていう予感があったんで、そんなに聞いた時にショックでもなかったんですけども、やっぱりお葬式に立ち会った時はなんか僕ばっかりね、僕のお母さんだけずっと泣いてたような気がしたんですよ。で、そんな感じでですね、まあずっと守ってくれてたし、すごい頼もしいおばあちゃんだったんでですね、今でももうその宇宙というかあっちの世界で僕をずっと見守ってるような気がしていたわけですよ。で、ちょっとオカルトの話になるんですけども、2005年にですね、滝行をしていまして、今思うと今日もしてきたんですけども、21日間の滝行をしたその最終日ですね、まあ、同志のもとで滝に打たれるわけですね。まあ、初めての21日行ということで、かなり気合が入ってるし、まあ、僕にとってもすごく大切な、ね、行だったわけですね。2月のもと、確かに誕生日の前日とかだったんですね、満行の日が。で、おばあちゃんがですね、どうやら滝をしているところを横で見ていたっていうね、まあその確かめのない話なんだけども、同志が言われたわけですよね。ああそうなんだと思って、で、その都度ですね、なんかで助けに来てくれるようですし、おそらく今ここにもね、なんかいるんじゃないかなと思うわけですよ。で、もうピンチになるじゃないですか。で、空を見上げてですね、僕はね、おばあちゃん頼むわけですね。おばあちゃん助けてって形でね、言ったら、なんかね、おばあちゃんの口調でですね、よっしゃーっていうふう
風に聞こえるんですよ、なんかね。もちろんリアルに聞こえるわけじゃないんだけども、僕の中でね、助けてって、ね、言うじゃないですか。そしたらね、よっしゃっていうことでですね、聞こえるんですよ。そうそう、そしたらどうなるかったらね、もう今までね、100発100中で助かってきたわけですよ。ありえない助かり方ずっとしてきたわけですね。そんな感じで、まあこれから先もね、ピンチとかいろいろあると思うんですけれども、もうおばあちゃんが僕ついてるんで、もう無敵なんですね。しかもその、もう生きてないわけでしょ。まああれ神様ね、仏様になってるおばあちゃんじゃないですか。もう全知全能ですからね。ね、そういう、なんていうかな、実体としてこうやってね、なんか、いるかどうかとは別としてですね、まあ、僕はそのずっと天上界でですね、宇宙でおばあちゃんが見ているっていうふうにね、もうね、確信してますんで、で、その都度いろんなところに行くと、あ、なんかその霊能的な人に会うとですね、おばあちゃんがなんか来てるよっていうことをもうたびたび言われるんでですね、やっぱり今でも可愛い孫ですね、25年前にお別れしましたけれどもね、あのずっと可愛がってもらってて、ちなみにおばあちゃんが晩年入院してる時に、3兄弟いるんですけども、お見舞いに行ったら僕だけですからね。でその時もなんか1万円ぐらいポンと小遣いもらったりしたわけですよ。だから今もですね、お金に困ったらね、おばあちゃんちょっと助けてくれやって言ったらですね、100万とか200万とかボンってくれるっていうのがね、ずっと続いてるわけですね。でこの話はですね、まあこれ聞いて皆さんにとってどういうね、再現性があるのか、どういう風にね、人生で生かせるかどうか分かりませんけども、でもそういうね、目に見えない超越した神様だったり仏様だったりご先祖様だったりにですね、やっぱり助けを求めるというのは僕すごくいいなと思うんですよね。でその時にまあ自分で作ってもいいと思うんですよね。よっしゃという声が聞こえましたとかですね、OK とかですね、なんかそういう風に言ってくれたっていうことが何となく思うだけでいいわけですよ。最終的にね、もうね、祈りですよ。はっきり言いますけどね、もう全部やることはやりました、やることはやりました。これ依存じゃないですよ。やることはやんなきゃダメですよ。でもやることはやんないで頼ってばっかりいるっていうのはまあ依存になっちゃうんだけれども、でも自分がやるべき仕事だったりね、手を尽くしました、もうね、思いつく限り頭にあることはですね、もう全てやったかもしれない。でその時に最後に祈るわけですよ。そしたらね、まあ結果がどういう風になろうと、必ずやっぱりね、自分だってベストの方に行ってしまうっていうことがね、僕の経験則なんですけども、やっぱあると思うんですよね。でもきっとね、何か心理学的にもそういう根拠あると思うんですよね。きっとね。つまりですね、やっぱり自分の次元というか、波動というかですね、レベルをガーってね、その、抽象度を上げちゃうわけですよ。で、おばあちゃんに頼むってことは、もうおばあちゃんの目線に立ってるわけでしょ。だからその、目の前の問題解決っていうのはですね、目の前に同じ次元にいると、やっぱりその解決っていうのが遅れちゃうんだけども、でも一個、上に立つとですね、その解決方法が俯瞰的に見えるわけじゃないですか。例えば僕は20年前ね、まあ25歳ぐらいで人生非常に辛かった時の自分にアドバイスを送ろうと思ったらいくらでも送れるわけですね。この時こうしてこうしてこうすればいいんだよってですね、客観的にね言えるわけですよ。そういうわけでですね、まあ僕は今46歳ですね。もう、まあ、20年後ね、66歳になった自分から今見ても結構ね、分かると思うんですよね。だから問題解決っていうのはですね、心理学的な意味で言うと抽象度を上げるってことですね。でコーチングがなぜ機能するかというと、それは客観的な抽象度の上がった、人がきちんとその見ているからってことですね。だから同じレベルでああですねこうですねっていう言い方をするとコーチングが機能しないわけですよ。でもコーチングはあくまでその同じレベルっていうのはそれを認めた上で一個高い、その人よりも一個高いレベルですね、精神的に一個高いレベルで見るということが非常に大切なわけですね。だからまあおばあちゃんに助けてくれと僕は思うのは、僕自身がそのおばあちゃんの波動に合わせてそこから自分自身を見てるっていうのもあるかもしれない、そうやって問題解決されるんだなと思ってるわけです。なのでそのおばあちゃんに助けを求めたらピンチが切り抜けられるんだよっていう、そういう具体的な話ですね、ではなくてもっと抽象度の上げた、メタ認知能力というふうに言うかもしれませんけども、自分自身を客観的俯瞰的に見て、でどうせ助かるに決まってるんだよ、じゃあ今どうすんのっていうことでですね、気がふっと楽になった瞬間に物事がわっと改善するってことがあります。なのでまあメカニズム的にはそういうふうに説明できるかもしれませんけども、でも僕は信心深い人間、ご先祖様も大切にする、ご先祖様の恩徳でですね今生きているというふうに感謝しておりますので、これからもおばあちゃんに祈り続けたいと思います。おばあちゃんありがとうというわけで、いいなと思ったら高評価と、チャンネル登録をお願いします。どうもありがとうございました。